第3レース、1着となりました熊本の太田黒大新選手だわ、1着、おめでとうございますわ、ありがとうございます、もうかなり息が上がってますけれども、いかがですのそうですね、ちょっと慣れないことやったんで、えーえー、ちょっとしんどいです、自力を出しての、見事な一着でしたそうですね、えーはい、昔は出してたんですけど、も最近出してないんで、もう相当きついですね。はい かなりこうクラクラするって言いながらね、今登場していただきましたけれども、今回再振り返ってはいかがだったかしら？調子自体は悪くはなかったんですけど、黄色もちょっと展開でちょっとどうかなかったんですけど、まあ調子自体は悪くなかったんで、まあ今日一着取れてよかったです。また次の開催からもつながりますわね。そうですね。次が中身日であの別府なんで、まあそこでまた力出して決勝に乗りたいですね。 皆様お聞きになりました。次も力を出し切って決勝に乗りたいということよ拍手をお願いいたしますわ。では応援してくださった皆様に一言お願いいたしますわ。今日なんとか一着取られることができました。前田君どうもワン続き入れたんで、まあ先にはちょっと貢献したかなと思ってます。あとまあちょっと高松さんとはちょっと決められなかったんですけど。まあこの今次にということで、はい。また、あ、次から頑張りますんで、応援よろしくお願いします。おめでとうございましたわ。 大田黒選手前回いらした時はあは中学校時代にサッカー部だったということでサッカーのボールさばきを見せていただいたんですけれども今日は。はい <laughs> なんかもう来たときにちょっとクラクラするんでっていうことなのでじゃあリラックス方法とかね今一番この走って出し切った後っていうのはどんなことされてるんですの家また家でゆっくりするぐらいですかねもう本当何も考えないんで自転車のことはで家でちょっとビデオ見たりとかまあそんなもんですねそのリラックス方法がいい感じに出てるんでしょうね本当におめでとうございました大田黒選手に大きな拍手をお願いいたしました